こんにちは、速稼塾の方です。確かにね、一人でしっかりと稼いで自由に生きていくんだったら本当に一人がいいと思います。私も吉谷さんと同じように決定権が私だけなんで、何をするかもどう変更するかも、まあ、本当自分で決めて自分で行動すればいいんでね、楽ではありますよね。突然の変更とかもいいですし、例えば休日とかも別に誰の許可もいらないですし、従業員が裏切ってどっかにいなくなるってこともないですし、お金をね、会社のお金を盗まれたりとかないですしね。で今テクノロジーがやっぱりこう人の代わりになっていくっていうのをまざまざと感じますよね。ですからある人に言わせれば、テクノロジーが自分たちの仕事を奪ってるというふうな形にも言えるんですけども、逆に人に邪魔されずに自分のミッションが達成できるっていうのはこれすごいことだなと思いますよね。まあ一つの例でこれはすごいなと思ったのが営業ですよね。自分のことを広く多くの人に知らせるのにインターネットっていうのは本当に優れてるなと思ったんですよ。私は店をやってる時に自分でチラシを配りに行くか、誰かに時給を払ってチラシを配らせるかしかなかったんですけども、まあでもね、お店のチラシを配るって相当意識がないと配ってくんないですよ。例えば街中でもね、小さい声でボソボソっと言いながら、お願いします、お願いします、目も見ずに配るのか、それともあ、どうもお願いします、あ、これそこにできたんですよ、お店新しいのどうもって感じで行くか、全然効果違いますからね。だから自分がオーナーだと思ったら、売り上げがそのまんま自分のもの、売れなければ自分の手出しになると思ったら、それは必死でチラシ1枚だってね、お金かかってますから無駄にしないように配るじゃないですか。でもスタッフにやらせればね、スタッフはどちらかというとお客さんが来ようが来まいが給料は出るわけですから変わんないわけですよ。そしたら一生懸命やろうなんて人あんまりいないんですよね。特に正社員を希望する人っていうのは、自分の生活の保障を会社に丸投げするっていう発想の人もいるわけですから、やっぱりね、正社員雇用しちゃうと結構サボるんじゃないかなと思うんですよ。で自分の給料自分で稼いでやるぜって人は、何も正社員じゃなくてもこれフリーの方がいいわけですから、社員になってくれなかったりするんですよね、逆に。だからまあある人に言わせればね、レベルの高い人は社員にならないと、レベルの低い人は社員になろうとすると、要するに自分のリスクコントロールを誰かに投げるのか、それとも自分で自分のリスクをやっぱこうコントロールしていくのかっていうところで大きく分かれるんですよね。でテクノロジーが追いついた今の時代っていうのは、一人で商品作って、一人で、集客をして、一人でセールスができると、しかも圧倒的少ない時間でそれが完了するんですよね。そうなってくるとブラック労働っていうのはすでに存在しないのかなと思っちゃうんですよね。で人に使われてるからブラック労働になっちゃうってところもありますし、給料なかなか上がらないなとも言えるんですよ。でも自分で経営してたら自分の給料自分で設定するんで、で自分で設定した給料を取りに行くために商品作ったり販売するんで、まあ、本当に等身大の自分の結果が現れるのかなと思いますよね。で今稼ぐ方法って本当にね、私に聞かなくても世の中溢れてるんで、それこそここにあるよって、あそこにあるよって言って、あ本当だみたいなね、あこれ知ってたみたいなのばっかりで、じゃあ実際どこがね、稼げる人と稼げない人の分かれるかっていうと、やる人とやらない人がいるんですよ。ただそれだけなんですよ本当に。ただお金くんないかなって待ってるのか、どうやったらお金がもらえるかなっていうふうに行動していくのか活動していくのかって大きく違いますよね。すごく分かりやすく言えば、お腹が空いた時にご飯出てこないなって待ってるのか、あお腹空いた、なんか作ろうと思って作り出すのかの違いだと思います。食材は冷蔵庫に満載されてるんですよ。稼ぐ方法は巷に落ちてるんですよ。だから稼げるでしょうって感じなんですけどね。ただその上でやったんだけどうまくいかなかった、もう繰り返し改善したんだけども結果が出なかったっていう人はもしかしたらいるのかもしれません。というのはビジネスっていうのは運もありますからね。運の要素も、自分が相当優秀でも周りにもっと優秀な人がいたらそれはついてないって状態になりますし、たまたま自分が設定した商品がたまたま周りにいる人に受けたらそれは売れるってことになりますんでね。でも少なくともやるだけやったってとこまでいかないと運っていうのは見えもしないんだと思うんですよね。運っていうのはやるだけやった人にだけその姿が見えるのかなと思いますよね。いってらっしゃい。